今夜はこちら、あのね、これ週末の土曜か日曜にね、つまみとして食べようかなと思ってたものなんですけどね、ちょっと土日ね、食べる機会がなくて、今、火曜日の撮影なんですけど、仕事終わり。ちょっと贅沢ですね、国産のね、北海道産のウニ、ちょっとね、この量で、2800円。結構値段的にエグいかもしれないですけど、まあ、美味しいんでしょうね。でこれとね、わさび醤油で、お酒がこちら、兵庫県産の淡麗辛口、新丹波、読み方いいのかな、新丹波辛丹波、まあいいや、ちょっとよくわかんないです。これをちょっとね、贅沢に、ちょいとわさびを、この海の下に乗っけて、ちょっと醤油をつけていただきます。新鮮なウニだ。うめ、ここにうめ、ウニが合う、この辛口の日本酒。こんな贅沢しちゃっていいのかしらっていうようなそんな感じですね。ウニはね、普段ロシア産とかそっちの系のウニ買ってくるんですけど、国産はね、ほんと久しぶりですね。北海道産、やっぱね、高いけどうまい。うめえ。で、酒の締めに湯布院のそばでも風米か。さて、酒の締めに今日はね、ちょっと休館日ということで、こちらね、レトルトカレーなんですけど、炊きたてのご飯にね、ちょっとかけて、今回ね、初めての試み、納豆カレーライス、いきます。とりあえずね、まず、純粋に、カレーライスのみで。普通に安定のうまさですね。で、ここに納豆をね、加えた、ちょっと多めに。どうなんでしょうか。これは納豆の味とこの粘り気とカレーが、いや、うまい。後を引く。もっと、納豆1パックじゃなくて2パックでもいい。これはうまい。こちら手羽中。とりあえず異常なし。こちら、ニラニンニク餃子、異常なし。今夜はちょっとラガービール、飲んだことないビールですね。上陸の、よくわかんない、フクロウのマークのラガーで、先ほどね、焼いた、熱々の餃子と、こちら鶏手羽中の、オーブントースター焼きですね。で、こちら地魚の作り、黒鯛と、ソイでコチ、牡蠣醤油、そしてこちらね、ラガーでいただきたいと思います。さて、いい泡立ちですね。ラガービール。まずね、何からいくか。やっぱり、ニラニンニク餃子でしょう。うまい。そしてこちら、コチという魚ね。自分の好きな魚の
ベスト5には入ると思う。うまうまし。そしてこのね、鶏の殻、殻だね、皮、パリッとね、こう焼いたここを、骨付きはうまい。そしてここで、うめえ。はい、今夜はね、ちょっと各ハイボールと、超野菜、肉もちょっと入ってますけどね、超野菜たっぷりの焼きそば、これペヤングのねソース焼きそばにトッピングとしてね、自分でキャベツと玉ねぎとあともやしかもうたっぷり入れて超スーパーボリューミーにねちょっと仕上げました。はい、というわけで、サメ猫のコスプレから中継をやってますけど、こちら雪うるいのね、普通にマヨスティックと、こちらベルクで売ってました。超脂が乗ってそうなね、中トロ。刺身とつぶ貝、ロシア産。ちょっとこれをね、この刺し、つまみに対抗できるのは、この、菊水船口一番搾りのね、新酒新米、春限定バージョンしかね、太刀打ちできないと思いましてね、ちょっとこれ、いいですよ、厚みがあって、大きさがあってね、これをね、見るからに美味しそうな、これをちょっとポーンとこうわさび乗っけて、ほんとマジ油乗ってそうですね。ちょっと醤油漬けの、なんかこうとろけるような脂身、ここにこの緑感、菊水船橋一番搾り、ちょっとね微妙に気になるカップ麺買ってきました。ユッケジャンラーメンですね。これ韓国ナンバーワン新ラーメンメーカーらしいです。よくわかんないです。中身が、ちょっと簡単に、本当に簡単なカップラーメンっぽいですね。あ、何？これだけ。はい、こちら日曜日のね、寝落ち後の明け方に作ったこのユッケジャンカップ麺。ちょっとね、つゆから、スープからいきましょう。ちょっとピリ辛。なんていうか、懐かしいような、小学生に、ちっちゃい頃食った時のような、このカップ麺のこの、衝撃？そんな感じの味わいですね。これは意外とうまい。意外とリピあり。こちら、明日のためのね、新じゃがいもをね、茹でてます。で、30分くらいね、煮込んだら、火を止めてね、そのまま、明日の昼まで寝かせます。翌日の撮影です。新じゃがちゃん、柔らかくなったかな？こちら、新じゃがを、フライドポテトしちゃってますけど、ちょっとどうなるかな？今夜はね、ちょっと、肉専用の黒ワインっていうのをちょっと買ってきました。カーニボットですけどね、黒ワインって言っても本当の
赤ワイン、白ワインってジャンルがありましてね、黒ワインっていうのが独特の単独のやつはないらしいんですね。ただ、黒っぽい色をした、まあ赤ワインらしいんですけどね。まあ一応黒ワインと呼び名もあるそうですね。まあちょっと初めてです。肉専用の黒ワインね。カーニボ。多分初めてだと思います。で、こちらがね、クラシルのね、っていうサイトのやり方で、焼いた、レアステーキですね。いい感じじゃないですか。で、新じゃがの、フライドポテトと、でこちら、定番のアボカドの、梅じそ、ポン酢、みょうが、しそ、のり巻き。いきたいと思います。ちょっとね、一口します。あ、飲みやすい。なんだこれは。ものすごく飲みやすいぞ。じゃあ、いきます。いいレアだ。まあ、レアっつうか、なんだろう。ミディアムレアのレア寄りのミディアムレアですね。はい。おお、確かに、肉に合うかもしれん。ホクホク。ステーキフリット最高です。こちら、パンガシウスという謎の白身魚をね、ムニエルしています。ちょっと先ほど、パンガシウスのムニエルと言っちゃいましたけど、ムニエルっていうのはバターでね、両面を焼く、小麦粉をね、はたいてね、ってやつだったんですけど、今回、素揚げですね。バター関係ないから、これ、ムニエルじゃないのかな。あ、でもこう、なんかこう、白身が透き通ってて、これはこれで、ムニエルじゃないんじゃないですかね、これ。いや、ムニエルでいいんじゃないですかね。うまい。いや、これがまあ、その前にパンガシウスっていうのはナマズの一種らしいですね。これが菜の花の、総塩茹で。こちらですね。ベルクというスーパーで買ったんですけどね。ちょっとカメラに収まりきらないですね。手稼ぎって茨城の土ネギってやつなんですけどね。4本入りで178円と大特価です。ちょっと一人暮らしにはね、ちょっと4本って多いんですけど、でも安かったからちょっと買っちゃいました。とりあえずね、ちょっと今夜はこのネギをね、駆使して、あるものをね、作りたいと思います。こちらね、ちょっと先ほどのネギをね、切ってね、鍋でちょっとね、焼いてみます。で、続いてね、ちょっと、料理酒入れて、で、ちょっと、みりんも入れます。そして、こちらのね、プロが使う味、白だし。ちょっと入れて、で、本だしもちょっと入れます。で、鎌田のだし醤油。このぐらい。で、あとはね、ちょっと水をたくさん入れましょう。で、ちょっとまだね、沸騰しませんね。今、同時進行でこちらね、ナスを揚げています。揚げナス。ちょっとね、いい感じに柔らかくね、煮えてきました、ネギが。そしてここでね、この豚の薄切り。これをね、ちょっと豪快に。まあ、全部いっちゃおうかな。うわ、片手じゃ難しいとこや。で、私今何を作ってるのかというと、大阪のね、郷土料理で、肉吸いっていうのあるんですけどね。それをね、ちょっとやってみたくて、今作ってるんですけどね。ちょっとググり間違えて、肉の薄切りってね、豚じゃなくてね、あれらしいんですよ。あれ。牛。
牛の薄切りなんですけど、ちょっと勘違いしちゃってね、もうやっちゃいましたよ。豚を買っちゃいました。でここにね、ちょっとこの揚げ茄子をね、また戻して温め直します。はい、こんな感じで完成ですね。はい、ということでこちらね、肉水じゃないけど肉水ということにしときましょう。はい、お酒のね、ちょっとおつまみです。揚げ茄子とね、まあ、ネギたっぷり、土ネギですね。あと豚の薄切りが入ってますけど、熱々です。でこちらちょっとTKG も入ってます。もちろん牡蠣醤油。じゃあちょっとね、楽しみましょう。うんうん、和風だしのつゆに豚肉の薄切り、うん、いいですねこれ。ネギもうまい。揚げ茄子もいい仕事します。そしてアサヒスーパードライ、あ、こちら肉水ね、そうスーパー行って買ってきました。本来の牛肉薄切りね、とあとまあイカでしょ、豆腐でしょ、こんにゃくでしょ、あとなんか足したな、忘れたけどいい感じにスーパー肉水に改良中です。こちら、肉水の改良版の改良版で、今超スーパー肉水ね制作中です。さあそうそうね、いいんじゃないですかね、食べ頃ですかね。で今回ね、土ネギ、これね、例のやつね、たくさん刻んでね、ちょっとこれから飲む、昼下がりにやるわけなんですけど、ちょっと今回ね、これに合わせてお酒なんですけどね、ちょっとこれから今から紹介します。今回ね、ちょっと紹介したい、お酒がこちら、本格焼酎なんですけどね、大分県の製造、名前がちょっと珍しい、農家のガソリン村人農家のガソリン、ホゲホッポ、ホゲホッポってのはね、大分県弁かな、なんだ、むちゃくちゃだとかそういう意味合いらしいです。ホゲホッポ、ちょっと名前が気に入ったんで、ね、買っちゃいました。ついに、しかも、ね、この農家のガソリンっていうのがね、いいですね。農家の人ちょっと酒強いんですかね、そういうイメージがあって、そういう農家のガソリンってつけたのかわかんないですけど、これ今から初めてね、ちょっと飲んでみます。どんな味がするんでしょうか。今ね、開けた瞬間、これ開けた瞬間、なんか独特の香りが漂ってきました。で丸氷ね、丸グラスに丸氷で、さすがにストレートじゃきついんで、なんかもうクッとくるような香りです。クッとくるようなね、ちょっとね、飲んでみたいと思います。あー、なんかもうすごい、結構ね、離れてる距離から香りがします。じゃあいただきます。うんうん、なんだろう、なんかこう結構いい菊っていう感じの焼酎ですね。まあ、なんとも表現しがたい。ちょっとこれからなんだろう、飲んでいくにあたって変化がね出てくるような、そんな感じの焼酎だと思います。というわけで、準備ができました。農家のガソリン、おげぽっぽ、肉水ですね。ちょっとネギたっぷり、ちょっとこれ一味とね七味をかけていいんじゃないですか、このおつまみ。うん、うまっ、イカ長時間煮込んだこの大根、同じくちくわぶとかね、う
これも肉吸いというか何なんだろう、いろんなものを吸ってる。なんかでも独特な香りがするな、このホゲホッポというさ。酒の締めにこちらあんドーナツですね。ちょっとこれは太るぞ。うまい。うまい。うまいな。こちら肉吸いのね、会長版ですね。3日目のやつなんですけど。まあ、いろんな具が入ってます。熱々ですね。で、本麒麟の舞。さて、うまそうじゃの。今いろんな多国籍群が入ってますけど。うん、あ、うめ、うん、いろんな味がして、あ、仕事終わりの一杯、うまい、最高。日曜昼下がり過ぎのちょっとね、本当に有意義な飲み時間なんですけど、金宮のホッピーとね、こちら、惣菜のベルクさんの、白身魚フライ。これね、ちょっとトースターで温め直して、岩塩をね、ちょっとシンプルにかけただけの味付け。まあ、言う。そしてこの厚切りのホタテ貝柱。厚切りじゃないんだよね。ただ単に厚い、分厚い。ね。さて、こちらはなんと見える。はい、というわけで皆さんお疲れ様です。こちらのお酒何だと思いますかね。あの、知ってる人は知ってると思うんですけど、あの、ズブロッカと読みます。ズブロッカというのはね、あの、これ今冷凍庫の中にね、キンキンに冷やしてたんですけど、あの、これ曇ってて分かんないですね。あの、ちょっとよくわかんないですけど、これね、あの、この中にほとんど見にくいと思うんですけど、ほんと見にくいや。絶対わかんない。あ、これ、ちょっと、かろうじて。あ、ほら、ほら、ちょっと一本の線が入ってるでしょ、これ。これ、あの、バイソングサっていうね、バイソングラス。バイソングサっていうやつが一本入ってるんですよ。このバイソングサっていうのは、確かね、うろ覚えだと、バイソン地方っていう、このバイソンね、このバッファローマンみたいなやつ。あの、牛ですね。あの、この力強い角の生えた牛。バイソン。バイソン牛の、住んでる地方の、バイソン地方の、なんだろう、に生えている草なんですけど、これが結構香り高いね、ちょっと癖の強い特徴的な、匂いのある、香りのある草なんですけどね。それをつけて、
まあ蒸留させたのかな、お酒なのかな、ウォッカですね基本は。 37.5 度の、アルコール度数らしいんですけど、これ、ね、たまにね、ほんと何年ぶりだろう、もう5、6年以上飲んでねえと思うんですけど、ちょっと今回また超久々に通販で買ってね、通販でしかもう売ってないですよ、このやつね、ズブロックね。飲んでみます。5、6年以上ぶりにね。で、ズブロッカっていうのはね、これ普通のズブロッカなんですけど、昔のズブロッカプロっていうね、もうちょっとこう、度数が高くてね、香りの強いやつあったんですけど、今もう販売してないらしいですね。製造中止なのかな、よくわかんないですけど、ちょっと、とりあえず本当に何年かぶりに超久々にこのズブロッカね、ロックで飲んでみたいと思います。これ好きな人はね好きだと思いますよ。ほら冷凍庫でねよく冷やすとトロットロッとした感じになるんですよね。ジンとか好きな人お酒ね、絶対ハマると思うんですけどね。なんだろう、本当に香りがちょっと桜餅とかそんな感じの香りがマジします。でこれほんとね、冷凍庫にね冷やしてトロッとした感じにするとでね、氷浮かべるとね本当にマジでハマります。今冬のね2月なんですけど、夏とか暑い日にねちょっとキューって行くといいですよ。うん、というちょっといただきます。あー、このいいね、この桜餅っぽい香りとこの爽やかな本当に香り、うん、香りがねいいんですよ、爽やかで好き、このバイソン。あー、で度数がね結構あるんで 37.5 か、まあウイスキーほどじゃないんですけど、まあ、クーッときますね、なぜか。こういうねお酒は本当におつまみいらない、本当もう晩酌で言うと本当の後半戦に持ってきたいようなそんな感じですね。これ本当にいいな、本当何年かぶりに飲んだんだけどこの香り、いいな、うん、春に飲みたいそんな感じのお酒です。おすすめです。さて、揚げたてのね、ちょっとサーモンカツをこれから切ってきます。わあ、崩れた。というわけで、仕上がりました、整いましたということで、こちら半レアに、揚げた、サーモンフリアですね、はい、レアですね、中心部がで、セロリと流氷ドラフト、これね、ちょっと青い感じのするね色のビールなんですけど、これをいただこうかなと思います。ではいただきます。うん、なんて贅沢な味なんでしょうか。あーめ